バルターロールはドイツのラリードライバー、レーサーである。1980年と1982年の世界ラリー選手権ドライバーズチャンピオン。近年のプレス表記上ではワルターロールと記される。イタリアでモータースポーツ専門家100人の投票でベストのラリードライバー、フランスでミレニアムラリードライバーに選出され、ニキラウダに運転の天才と絶賛された。 フィアット、ポルシェ、オペル、ランチア、アウディ等多数のチームに在籍し、WRC タイトルを獲得したフィアットを離れ、オペル移籍後の1982年、ラリー・モンテカルロゴより、ポルシェの当時の開発トップである、ヘルムートボットよりオファーを受け、断続的に、ポルシェ911試作 4WD の開発に、かかわる。1987年、40歳になったのを機に、 惜しまれつつ、ラリーを引退。1992年までアウディで DTM に参戦する傍ら、開発ドライバーとしての仕事をメインに据えた。モニカ夫人とは、ラリー競技に出場し始める1968年から、遡る数年前に知り合い、10年余りの交際を経て1978年に結婚するが、子供は作らなかった。ラリー。 レースにおける1984年からのアウディでの飛躍以前、良いマシンに恵まれなかった頃のアグレッシブなほどの猛チャージと呼べるべきドライビングスタイルはアウディのフェルディナント・ピエヒが奴と戦うくらいならアウディで走らせろと指令を出させるまでの以後の優勝権け応人としての活躍の反面、自伝でラリーで忙しかったということもあったが子供ができたら 大きなリスクを犯さなくなるのを恐れた。モニカは分かってくれた。そしてラリーを辞めた時には40歳だった。もう遅いと思ったと述べている。伝統の一戦ラリーモンテカルロにおいて2012年時点でセバスチャンローブに次ぎトミ・マキネンと並ぶ4勝を挙げている。特筆すべきは1982から1984年の3連覇で82年は オペルアスコナ400、83年はランチアラリー037、84年はアウディクアトロエーニとチーム移籍直後に前年と異なる駆動方式のラリーマシンを買って優勝している。16歳の時から始めたレーゲンスブルクの教区担当財務官の秘書兼運転手の仕事で貯金して20歳になると兄の影響により初めての車として ポルシェ356スーパーを買い、その数年後、フォードとドライバー契約をすると、911に乗り換え、以後、プライベートでは911ユーザーということもあり、ポルシェとの深い関わりがある。1993年以降は、ポルシェの市販車全般のテストドライバーを務めており、近年でも、ニュルブルクリンク市販車での北コースの主な記録にて、 しばしば名前が見受けられ、2012年現在でも、ポルシェのテストドライバーを継続されている。2000年代中盤以降は、ポルシェ AG のプロモーションに携わっており、ヨーロッパ各地で開催される、クラシックカーイベントなどで、ポルシェミュージアム所蔵レーシングカーを実際にドライブする、傍ら、2007年コスタブラハラリーの、ヒストリックカークラスで優勝。2011年、 ポルシェミュージアムによってレストアされた、ポルシェ 911SC で、オペル時代の領友であるクリスチャン・ゲイストドルファーと組、オーストラリアでのタルガ・フローリオ姉妹競技であるラリー、タルガ・タスマニアに参戦している。オペル・コモドーレ GSE で、モンテカルロより、WRC に、初参戦。次戦オーストリアラリーから、オペル・アスコナ A にスイッチ。ヨーロッパラリー選手権。 ドライバーズタイトルを獲得。アクロポリスラリーで WRC 初勝利。サンデモラリーからオペルカデット GTE で参戦。フィアット131アバルトラリーでアクロポリスラリーで勝利。WRC ドライバーズタイトルを獲得。この年でフィアットチームを去る。ポルシェ 911SC でサンデモラリー参戦。最後の最後で ドライブシャフトの破損によってリタイアするまで、アウディクワトロと熾烈なトップ争いを演じた。また、ポルシェ924カレラ GTS により、アーク、ヘッセンラリーで優勝を飾る。オペルアスコナ400で WRC モンテカルロ、コート・ジボワールで優勝。アウディクワトロを狩るミシェル・ムートンと、ほぼ互角のポイント争いを繰り広げた末、オペルにとって、初のドライバーズタイトルを獲得。 ランチアラリー037で参戦、モンテカルロ、アクロポリス、ニュージーランドで勝利。ランチアがサンデモデメイクスタイトルを獲得すると、チーム方針で後半戦のアイボリーコーストをキャンセル。このことへの不服と1983年から1984年のオフシーズンにランチアの後輪駆動車による戦闘力ではもはや勝負にならないと見切りをつけ、翌年には、 ライバルのアウディに移籍する。1984ラリードポルトガルアウディクワトロ A2 で参戦、モンテカルロで勝利。スポーツクワトロがあったにもかかわらず、コース別に前の世代であるクワトロ A2 のチョイスがあったのは彼とて例外ではなく、ショート化されたスポーツクワトロは、ハンドリング特性上不利となるとして、実践上では熟成のためコースによって使い分けていた。サンレモより、 グループ B 社が締め出しを喰らう1986年まで、アウディスポーツクワトロ S1E2 で参戦、3デモで勝利。グループ A による、アウディ200クワトロで、モンテカルロ、サファリ、アクロポリス参戦。パイクスピークインターナショナルヒルクライムオープンダリー、クラスにミシェル・ムートンと、アウディスポーツクワトロ S1 で参戦。パイクスピーク。 インターナショナルヒルクライムにアウディクアトロ S1 で参戦。大会新記録を樹立し優勝。ブランズハッチ6時間耐久レースにランチアベータモンテカルロで参戦。総合優勝。ルマン24時間レースにポルシェ 944LM にて参戦。リザルトは総合7位 GTP プラス3.0カテゴリー1位、ニュルブルクリンク24時間レースで。 夜間ドシャブリにもかかわらずほとんど減速しなかった。ルマン24時間レースにポルシェ 911SLMGT で参戦。アクシデントによりリタイアニューロブルクリンク24時間レースにポルシェ 911GT3RS で参戦の予定だったが VLN の開幕戦出場による脊髄損傷により急遽取りやめている。ありがとうございます。